の剪定表は用途に応じた正しい小手先の剪定の参考資料として大変便利なもので、各種温度情報が得られます。ソダーエクストラクターで安全で効果的なハンダ除去を行うには、適切な小手先温度の設定と正しいメンテナンスが重要です。デジタル表示のセンサテンプシステムには自動的小手先温度補正と呼ばれる特徴があり、本当に作業で必要な小手先温度の設定と表示が行われます。小手先温度の設定にはまず電源を入れます。本体にキーロックがついている場合は温度調整作業に入る前にアンロックにする必要があります。もしパスワードがある場合はこれから入ります。小手先温度設定の前にソダーエクストラクターのチャンネルに注意してください。ソダーエクストラクターの入っているチャンネルの LED が点灯するまでチャンネル選定ボタンを押してください。小手先温度設定ボタンを押し、次にスクロールボタンを利用して必要な小手先温度をセットします。ダイヤル表示のセンサテンプシステムの場合は、ソダーエクストラクターのチャンネルのコントロールダイヤルを必要な小手先温度にセットするだけで結構です。小手先温度の設定についての詳細はチップ、温度選定表の序文並びにソダーエクストラクターの項を参照するか、ハンドピースマニュアルを見てください。 SX70 型ソダーエクストラクターは安全に低温の小手先で効果的に作業ができるよう設計されております。ほとんどのスルーホールのハンダ除去では、すべてのジョイント部を2秒から5秒で完全に溶かす温度のうち、できるだけ低い小手先温度を採用しましょう。小手先の寿命を延ばし損傷を防ぐには、小手先温度を315°C から始めると良いでしょう。それから必要に応じ温度補正をしてください。ハンダのひどい多層基板の場合は、ハンダを完全に早く溶かすために小手先温度を上げる必要があります。しかし399°C を超える小手先温度は損傷の可能性をかなり高めます。個々の用途に応じた自社の小手先温度基準に従って作業を進めてください。かなりきついハンダ除去については第8部で詳しく説明いたします。次に第4部の小手先基板の準備を勉強します。